鳥取県境港市水木しげるロードに設置されているカニ坊主のブロンズ像。カニ坊主は日本各地の寺院などに伝えられているカニの妖怪、化けガニとも言う。無人の寺に旅の僧が止まると何者かが現れて問答を押しかけ、僧がそのものをカニの妖怪だと正体を暴いて退治するといった伝説や昔話として知られる。 山梨県山梨市万力の長源寺には以下の伝説が伝えられている。かつて、海の国万力村にあった同時の住職のもとを、雲水が訪ねて、問答を申し込み、両足発足、横行自在にして、目、天を刺すときいかんと問うた。答えに詰まる住職を、雲水は殴り殺し、立ち去った。その後も代々の住職が同様に死に、とうとう寺は、無人となった。 話を聞いた法印という旅の僧がここに止まったところ、例の雲水が訪ねてきて、同様の問答を仕掛けたので、お前は、カニだろうと言って特攻を投げつけると、雲水は巨大なカニの正体を表し、砕けた甲羅から血を流しつつ逃げ去った。以来、寺には何も起こることはなくなったという。このカニの大きさは二軒四方とも、全長四メートルとも言われる。別説では、 法院が寺に泊まると、夜中に、身長3メートルもある階層が現れて、問答を仕掛けたが、正体を見破られた上に特古で刺されて逃げ去り、翌朝に法院が村人たちと共に結婚をたどると、そこには巨大なカニが死んでいたという。また、長源寺の本尊は、千手観音だが、このカニの死体から千手観音の姿が現れ、法院がそれに感激して、 千寿観音を寺の本尊に祀ったとも、法院は、救い蟹奉仕と名を改めて寺の住職となったとも言う。なお長源寺の三号は、蟹沢山というが、教法十一年までの三号は、不向山と言っていたため、蟹坊主の伝説が語られたのは、教法十一年より、後と考えられている。長玄寺ではこのバケ蟹伝説に基づいた百八十五年作成の、 すくいかに伝説家系塾に幅が伝来している。この伝説にちなみ、カニが逃げ去ったと言われる場所には、カニ追い坂カニ沢といった地名が残されており、長源寺には、カニの爪跡とされる二つの穴が開いた石や、カニが投げつけたという1メートル以上もの巨石などが残されている。かつては、カニの甲羅も残されていたというが、後に紛失している。長源寺と同様に、 無人の寺に泊まった旅の僧に、カニの化け物が問答を仕掛け、僧がこれを暴いて退治するという伝説や昔話は、石川県珠洲市の長禅寺、富山県小矢部市の本に秋寺などに見られ、小矢部市には伝説にちなんで、北カニダニの名が残されている。岩手県西岩井郡花泉町の伝承では、公共という橋で巨大なカニが僧に分けて、問答を仕掛けたが、 観宝寺という寺の住職に、鉄線で退治されたという。このような問答を仕掛けるカニの化け物の話は、狂言のカニ山節が、ルーツとされる。リマ国、国道沿線には坂があり、リマ名所巡覧図絵によると、昔この坂に大きなカニの化け物が現れては、人々を苦しめていたので、カニが坂と名付けられたという。工房大使開国の際、この地に訪れた大使は、 民の苦しみをあれんでこのカニを封じ込めたため、この坂を通る人たちは平穏な旅が続けられたという。伊豆地方には滝壺に3.3メートル四方もの巨大なカニが住みついており、これが動くと地震が起こるなどとも言われた。ありがとうございます。